はあ、キュアフレンディは今日も可愛いな。本当だね。キュアフレンディとこの夏一緒に遊べたらどんなに楽しいか。ああ、それは楽しそう。海やプールに一緒に行きたいな。海やプールへ行くときは私が水着をデザインしてあげたいな。私だってデザインしたいな。キュアワンダフルはできないでしょ。できるもん。水着のデザインってやつ。デザインって何？やっぱりできないじゃん。できる。できない。できる。こうなったらキュアワンダフルの水着デザイン塗り絵対決で勝負だ。楽しそう。キュアワンダフルの水着をデザインして、それから塗り絵を上手にできた方が勝ちってことでどう？いいねいいね。塗り絵大好き。動画を見てるみんな、この対決を見届けてあげるって思ってくれた人はグッドボタンを押してくれると嬉しいな。みんなのグッドが励みになるよ。そうそう、みんなのグッドが応援になるの。グッドよろしく。わあ、グッドたくさん押されてるね、キュアリディアン。本当だね、キュアワンダフル。みんなグッドを押してくれてありがとう。よし、まずは。はいはい、私から。私がキュアフレンディの水着をデザインしていくよ。上手にぬりぬりしちゃうもんね。キュアフレンディの水着の塗りでスタートだよ。デザインってよくわからないけど、キュアフレンディを塗り絵するのは楽しそう。髪を好きに塗っていいんだよね。私と同じ髪の色にしちゃおう。ああ、いいね。いいね。かわいいね。それで毛先は淡いイエロー。こんな感じでどうかな？似合ってる。リボンは赤にしちゃおう。ここを赤にして、それからこっちはピンク。かわいい。帽子はどうしようかな。こんな感じと黄色にしてみよう。お、濡れない。濡れないところはペンで塗り塗り。ここもペンで塗っていくよ。うん、いい感じ。ハートの周りはこんな色でどうかな。オッケー。次はお顔。お顔はこれでいいかな。お耳も塗って、それからお目目。キュアフレンディの目ってブルーっぽい感じだったんじゃなかったかな。ブルーでこんな感じで、グラデーションっぽくして、真ん中が黄色かな。で、白でキラキラさせて。わー、かわいい。よし、次は水着だ。水着のデザインってやつをしないといけないんだよね。デザインって色を塗ればいいだけなのかな？それともなんか変えた方がいいのかな？ちょっとデザインなので変えてみよう。水着自体を変えよう。あ、色が変わっちゃった。こんな感じの丸い水着にしたらどうかな。なんかこういうの丸い水着見たことある気がする。
こういう色を塗り塗りして、うん、いいかも。この部分は消して、よいしょ、こんな感じかな。ズボンもデザイン、ズボンっていうかこの下のやつもデザインしていいのかな。この短パン型も可愛いけど、あ、ちょっと大きくしよう。なんかこういうの履いてる人もいるよね。で、ここにリボンがあったりしたら可愛いかも。いい感じかな。で、ここを足にして、このままだと変なので消して、この部分もこんな感じにしたらどうかな。そして、うん、かわいい。塗りつぶして、で、リボンを色塗っていこうと。リボンは黄色と真ん中は赤にしよう。もうちょっとこの部分が気になっちゃった。この部分がちょっと黒くなっているので、感じにして、ここもこんな感じにして、よし、水着姿出来上がり。どうかな、可愛く塗れてるかな。あー、こういう水着も可愛いわね。よし、次は私が塗り絵を塗っていく番よ。私もキュアフレンディの塗り絵可愛く塗っていくよ。まずは髪。キュアフレンディの髪はこんな感じの色だったかな。明るくてとっても綺麗な髪だよね。こんな感じかな。リボンってどんな色だったんだっけ。とりあえず帽子から塗ってこっか。帽子は確か紫と、紫とブルーっぽい色だったかな。で、この部分は赤かな。ちょっとオレンジっぽい赤にしようか。ピンク、ピンク系の赤、うん、こんな感じかな。で、この部分はこの色にして、それからハートの部分は黄色。
うん、忠実に再現できていると思うけど、どうだろう。で、お顔の色はこの色にして、耳も塗ってと。で、お目目は確かブルーと、こんな感じの色だったかな。で、こんな感じになってて、うんうん、こんな感じだったと思うよ。あ、塗り忘れ発見。髪の塗り忘れを補足して、ここも髪かな。お、太すぎた。塗っておこう。よし、いい感じ。そしてリボンは水着とちょっと合わせてみようかな。いつものとは違う色にしよう。で、水着を何色にするかだけど、夏ってことで海をイメージするような色にしてみたらどうかな。この色はどうかな。あ、かわいい。リボンもこの色にしちゃおう。うん、いい感じだね。これかわいいかも。で、ブルーと合わせるのはピンクなんてどうかな。わあ、かわいい。いいね。真ん中もピンクに塗って、ちょっとデザインで、あ、このあたりにピンクのリボンなんてどうかな。なんか変か。何かピンクのものを入れたいけど、水玉とかどうかな。ちょっと入れてみようか。なんか変だな。元に戻そう。ピンクの何かを入れたい。何がいいんだろう。ちょっとここら辺にポケットっぽいものを入れてみるとか。あ、これいいかもね。かわいい。よし、これでキュアフレンディの水着出来上がりだよ。頑張って塗ってみたけどどうかな。うわー、かわいいね。この水着姿も素敵。ありがとう。キュアワンダフルの水着のデザインも良かったよ。ありがとう。ねえねえ、この夏はキュアフレンディと私たち、それからキュアニャミーも誘って、みんなで海やプールに行かない？そうだね、私もそう言おうと思ってたの。みんなで遊んだ方が楽しいよね。ねえ、動画を見てるみんなとも一緒に行けたら楽しそうだな。そうだね。動画を最後まで見てくれてありがとう。いつも応援してくれてありがとう。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録をよろしくね。他にも楽しい動画たくさんあるから、ぜひ見ていってね。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。遊ぶ部の画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうすると遊ぶ部の楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん、おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録して遊ぶームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると遊ぶームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからも遊ぶームよろしくメリ。